清水直樹のナオさんチャンネル。清水さんの場合で言うと、キャッチャーの要求と投げたくない球の時は、それの場合はどっちを優先？首を振る。で、振った中でもキャッチャーが二度押し、三度押ししてきたら、それに従う。っていうのは自分の中ではあって、でも、いやーっていう迷う時はもう一回外すかな、プレートを。外して、何が違うんだろうっていうのをちょっと考える。あ、自分はこうしたいけど、キャッチャーあんな気を押すってなんだろうって考えて、で、冷静になって、一呼吸置いて、やっぱそれでも来るんであったらもうそれで行こうと。うん。外した後にキャッチャーがタイムって言ってパーって来てくれたらいいけど、よく多分そのプロ野球見ててピッチャー外した、でもキャッチャー座ったままでピッチャーが入った、キャッチャーが普通にまたパッて出す、そういう時は来いよって感じ、うん、橋本タスクとやってた時はタスクとかはあれと思ったらタイムって言って来てくれるタイプじゃん。でも里崎はうん、外したんだ、これっすよっていうタイプ。そう。でもさっき言った城島選手っていうのは多分両方あるんだよね。本当に若いピッチャーとかなったらタイムって城島選手が言ってるシーン僕も結構見てて、うん、と思ったらタッタッタって言ってどうしたいとかわーって言ってもドーンと座ってこれだよって言って引っ張ってるシーンもあるから、それってまあ性格とか経験とかその察知する力とか それぞれ違うから、うん。清水さんの目線から見て、うん、今年の2020年千葉ロッテの、うん、開幕で被ってるであろう保守は開幕でも去年で言うと、はい、田村が一番出てんだよね、はいはい、田村が70試合か、はい、で田村怪我して加藤選手、うん、そうね、はい、で佐藤俊哉、はい、もだし、はい、まあ柿沼も40試合ぐらい被ってて、はい、加藤選手柿沼選手、まあ、選手ってこれ質問なんやけど、これあんまりこれ呼び捨てしていいのかなと思う、いつもいこれね、その聞きたい部分は僕はそのね、こう見てくれてる方がいや清水呼び捨てひどいわなのか、まあ OB やからまあそのナオさん別にいいよって思って見てくれてるのか、やっぱちょっとね気使うんよ、これ最初に言っとかないと、まあ、ちょっとね近くに感じてね、マリーンズとそのやっていきたいから、もしそういうのあったら言ってくださいね、コメントに皆さんそういう呼び捨てよくないよとか言ってください。でも僕はそのちょっと近い意味と話すテンポで、うん、ちょっとそういう風に呼んでしまうんで、はい、もうここはちょっとご理解いただければと思うんですけど、はい、まあ怪我なかったら田村で行くのかな、まあ相性ってあるじゃん、佐々木の時に誰がいいとかで誰々の時に誰がいいってなるから、まあでも怪我なかったらまあ今は田村に頼らざるを得ないのかなって思うよね。キャッチャーとして技術はすごいよ、技術はいっぱいある、キャッチングだったりスローイングだったりっていうところは田村はやっぱいい、早いしコンパクトだし手短いしちっちゃいし、キャッチャーってさ手短い方が良くないと思ってて、なんかスローイングに関してはね、早く投げれるし、コンパクトに投げれるから、配球だったり、経験だったりっていうところを考えると、まあ、ギャンブルって誰々行くよりは、まず田村で行くんじゃないのかなと思うかな。ただね、経験積ませるんだったら、その加藤、うん、でも、加藤も、そんなにね、ドラゴンズの時も、そんなにたくさん試合に出てきた選手じゃないから、マリーンズに来て、試合経験が増えて、今、成長段階で、じゃあ、開幕行くかってなると、まあ、考えどころ。これ、本当にバッテリーコーチ、の考えどころだと思うし、ちょっと捨て方やね、やっぱ柿沼。柿は、キャッチャーとしては、すごいこう、なんか面白い。その面白いっていうのはどう？いろんな要素持ってるから面白い。どっちかって言えば優しいっていうかこう作っていくような感じのタイプであって、はい、まあ田村がどっちかって言ったら里崎に近くて似てるタイプ、うん、でもあるけど、チームとしてね、何人か併用していくのは全然ありだと思うから。今そういう、野球だし。で、まあ、チームとして、じゃあ任せられるキャッチャーは誰なのか、まあ、しかも開幕っていうものを任せられるのかって言った時に、まあ、田村で来るんじゃないかなっていう。気はします。まあ怪我したらわからないけどね、うん、ドラ1の松川くんね結構取り上げられてます、うん、その高卒開幕みたいなのは、うん、ああ高卒開幕ってなってくると谷繁さんとかぐらいまで遡るの、
もしかして住谷金あー住谷とかか。でもそう来たら楽しみだよね。あのキャッチャーって僕の中では区別してて、打てる打てないは全く別問題と考えてんのよね。高いレベルまで来た時に打てる方なの、そのどうなのっていうところっていうのは必ず必要になってくると思うし、もちろん打てるキャッチャーの方がいいし、やっぱりでやっぱすごい選手になっていくじゃん、超一流になっていく。でもじゃあキャッチャーってなった時に、じゃあその松川がその打てるか打てないか、なかなか高卒で1年目でバッティングインだったら、あのそっちを生かせば、そのキャッチャーをやりながらの打率よりもやっぱ違うポジションをやりながらの打率ってやっぱ変わってくると思うから、それだけキャッチャーやることいっぱいで、もう本当に大変だから、スタメンで被ることはあると思う今年。そうね、開幕はちょっとな。まあ僕ちょっとあの保守的なね、なんでまあ田村で行っといて、どっかで松川みたいなのはいいかな。まあ柿沼で行って田村になるか、うん、もう何人かこうできてたもんね、うん、ちょっと脱毛してたもんねとか、やっぱり本当に1年間プロのキャッチャーでやるって相当そのここともう強くないとダメだし、情報を入れていく力も常に勉強だから、やっぱだって新しい球種ピッチャーに覚えられたら変わるもんね。だから今本当にキャッチャーはブルペン絶対行ってます。もちろん新人の球、球質、変化球の曲がり方、今までいたピッチャーも球種増やしてるかもしれないじゃん。それをもう全部今取ってるよね。でそれをちゃんとメモして取って、それをシーズンに生かしていくから。だし今各チーム、まあ、A 組とか B 組とか、まあ、分かれてやったりしながらも、やっぱり1軍に近い選手ってその A 組の方にキャンプに来てるから、たくさん受ける機会でもあるし、ちょっとその、キャンプが終わってオープン戦の間はいろんなピッチャーをキャッチャーを受けに行くと思うけど、やっぱりシーズン入ってこう分かれてしまうとなかなか受けられないから、今本当にそのやることキャッチャーってめちゃくちゃ多いと思う。バッティングもしなきゃいけないでしょ、走らなきゃいけないでしょ、トレーニングでしょ、でピッチャーの球受けてコミュニケーションとめちゃくちゃ大変だと。ピッチャーなんてね、投げてトレーニングして走ったら終わりでしょそれだけ、まあ、僕はね常にそのキャッチャーっていうのが自分のその練習に付き合ってくれてるんで、ありがとうっていう気持ちでブルペン来てくれてね、取ってくれ て、もちろんブルペンキャッチャーの方たちもいるけど、キャッチャーってそういう時間を割きながらやっぱ取りに行こうって言って来てくれてるから、やっぱりピッチャーの練習に付き合ってくれてる部分もあるから、うん、そういう部分ではやっぱいつも僕は感謝してる、うん、印象に残るそのキャッチャーのキャッチングじゃないですけど、うん、感謝したなんかシーンみたいな、ね、印象残る、僕は常にそのワンバウンドを止めてくれるっていうことにはもう常に感謝してた。やっぱりでとんでもないワンバンでもやっぱ止めてくれてるっていうことはそのいつも思ってたね。びっくりするのはワンバン投げた時でも、まあ、橋本も里崎も体張って止めてくれてるってシーンっていうのは今でも覚えてるかな。もちろん僕が持ってた球種の中でスプリットっていうものはワンバンドするし、もちろんスライダーとかカーブもするけど、そういったボールをこうキャッチャーが止めてくれるっていうシーンをこうずっとこう刷り込まれてるから自信持って投げれる、うん、それが後ろに行ってるシーンばっかりが刷り込まれてるとやっぱり縮こまって思い切ってワンバン投げれなかったりするから、まあ印象に残ってるのは本当にその体張って止めてるシーン、うん、そのすっごいブサイクな止め方とかするのよね、橋本とかもタスクとか佐藤とかも。でも必死で止めてる姿っていうのはありがたいなと思ってたよ、うん、だって止めてなんぼだから、どんな止め方だろうは関係なく、うん。清水さん1年目の時のキャッチャーは、入った時は俺意外とキャッチャーいろんな人と組んでて、はい、入った時は清水正臣さん、はい、今マリーンズの、一軍のバッテリーコーチかなをやられてて、正臣さんは一つ上の先輩 で入った当初は、その福澤さん、うん、多分ロッテファンの方見てくださったら、あーいた、そうそうってなる福澤さんであったり、吉鶴さん、吉鶴さん今ソフトバンクかな、吉鶴さんであったり、椎木さんっていうキャッチャーもおられて、ちょっとだけだけどその三山さんとも被ってやらせてもらってます、ロッテでは。
チャー目線からいくと年上のキャッチャー、年下のキャッチャーとか、うん、どっちが投げる？いや、どっちでもいい、ほんと、あの、どっちでもいい。どっちかって言ったらもう頼るタイプだから、僕が年下だろうがなんだろうがいいキャッチャーにはめっちゃ頼るから。ただここっていうポイントではこれで押したいっていう時はあるから押すけど、でも基本的にはそのお願いっていうタイプのピッチャー、僕はね、うん、これは最低限僕のこと知ってくれてるからこういう風に引っ張ってくれるだろうっていうところで、まあストレートが来てるなと思った時はどんどん押してくれるし、あの それも含めてあのお願いっていう感じ。うん、キャッチャーでよくボールをストライクにする技術がすごいとか、うんうんうん、なんかいろんなパターンがあると思うんですけど、うんうん、ボールをストライクにするとかっていう技術が上手いキャッチャーっていうのに いたけど、はい、今って多分それ審判嫌がるんだと思うよね。うん、もうボールはボールだし、その来たボールをしっかり受けてるっていうのが多分キャッチャー、今のキャッチャーだと思う。まあ多少ねグっていうのは押し込むっていうのはあるけど、それはキャッチングの取り方であって、わざわざボールをギャンってストライクに持ってくるっていうキャッチャーはそんなに見かけないかな今は。審判が結構それやらないでくれって言うのかもしれない。うん、やっぱり紛らわしいじゃないけど、だから、まあ、ブルペンの練習の時にはそのボールをストライクっぽくこうやってやったりいろいろはねする練習をしてると思うけど、実際ゲームでって時はパーンって来たところを止めてやるっていう、うん、だからストライク見せろよっていう練習はしてないと思う。しっかり止めろよっていう練習はしてると思う、やっぱり。うん、ピッチャーの球の質とか伸びとかっていうところでやっぱりタイミングだから、それが合わなかったらパスってなったりするし、負けたりするからタイミング合わなかったです。だからちょっとピッチングとかしててもキャッチャーがこうパンって刺されたらなんかよっしゃって思ったりするね、ブルペンで、うん、思ってる以上に球が来てるから刺されるわけで、キャッチャーってだからよっしゃって思うよね、あ、自分の球いってるって。まあ向こうのミスかもしれないけど刺されたりするとやっぱり、あ、自分の球にタイミング合ってないんだなとか。やっぱそれは多分キャッチャーになったことないか分かんないけど、ブルペンに行って若いキャッチャーが行ってその一流の人たちのピッチャーを初めて受けた時にバンって刺されたりするとちょっと恥ずかしかったり、クソーと思ったりするんだと思う、こんな球来るんだみたいな。アマチュアでもその球のスピードっていう部分ではそのやっぱり今ね、アマチュアのピッチャーでも球速いピッチャーいっぱいいるし、ただやっぱりグンとレベルが上がるのはやっぱキレであったり変化球の質が一気に上がるから、特にプロ野球の今一軍で投げてるピッチャーの変化球の質っていうのは一気に上がるんで、まあそれがまあ一軍のピッチャー、じゃあ二軍のピッチャーっていうところの分かれ目でもあったりするのよね。じゃあ松川が一軍開幕で開幕戦に行くかって言ったら、もう日がさ1ヶ月半ぐらいでさ、プラスデータが入ってサインプレーがあって状況だったり自分のバッティングだったりいろんなものが一気にいって、じゃあそれを耐えうる耐えられる子だったらもちろん送り出してもいいと思うし、まあ、それを今首脳陣の方が1ヶ月間キャンプ過ごしながら彼の動き見ながらいろんなもの見た中でいけるって判断したら行くだろうし、いや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 ってなったらやっぱり違う選手が開幕っていうのは来るだろうし、ロッテの場合は4人5人ぐらいがね同じぐらいの試合数出てたから、まあ開幕っていうものを取りに今こうアピールどんどんして信頼得てやってほしいなと思います。はい、頑張ってねキャッチャー陣。はい、このチャンネルでは皆さんのコメントをたくさん待ってます。どんどんコメントをください。そして質問もたくさんお待ちしてます。そして面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。